こんにちは。名古屋のちんどん弁天屋のスージーでございます。さあ今日は8月25日。皆さん8月25日は何の日かご存知でしょうか。では3秒考えてみてください。はい、そうでございます。8月25日は川柳の日でございます。まあ、この YouTube のねタイトルにも書いてありますので、皆さんすぐ分かりましたよね。川柳の日ということでピンときました。私この日にこれを発表しなくてどうする。まあまあ今日8月25日なんで8月25日で発表できるとはとても思えないんですけども、川柳といえば弁天屋でもおなじみのあの企画、そうです、弁天屋川柳コンテスト。2023年6月17日に行われました弁天屋旗揚げ15周年記念公演。もう本当にね大変盛り上がりまして、たくさんのお客様にご来場いただきまして感謝感謝の公演だったわけではございますけれども、その公演にですねお越しいただいた皆様にご記入いただいたのがこちら、アンケートでございます。このアンケートの下の方をご覧いただきますと、川柳を皆さんにご自由に記入していただくという欄がございます。毎年この川柳のコーナーを作っておりまして、優秀作品を発表させていただいているんですけども、今回はですねメンバーにも言わずに勝手に動画で発表したいと思います。審査はちゃんと弁天屋メンバー7名で厳正に行いましたのでご安心ください。私が勝手に選んだわけではございません。それでは早速参りましょう。第5回弁天屋川柳コンテスト受賞作品発表。今回は佳作、銅賞、銀賞、金賞ということでね選ばせていただきました。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、この賞のタイトルは毎回一緒ではございません。私が気分で決めておりますので、今回は金銀銅佳作ということにねさせていただきました。では順に発表させていただきたいと思います。私の手元にこのような封筒が届いております。ではまず佳作の発表。さあ選ばれました佳作は全部で5句ございます。一つずつ読み上げさせていただきます。15年線路は続くよ弁天屋、ちょびさん。ちんどんの音色に集まる福の神、まさまささん。晴れ舞台糸めでたき日七女神、さざくさん。しなやかにずっこけて歌うよ踊るよ弁天屋、匿名さん。初弁天推しを作って楽しいな、なおちん。以上5句の作品を佳作として選ばせていただきました。受賞された皆様おめでとうございます。さあ続きましては上位作品の発表となります。アンケートに川柳を書いてくださった皆様は今頃ドキドキされてるのではないでしょうか。それでは銅賞の発表です。こちらに封筒が届いております。ドキドキ発表いたします。ちんどんの概念変えるニューウェーブ、かっちゃんさんでございます。おめでとうございます。続きまして銀賞の発表でございます。さあこちらに銀賞の封筒が届いております。それでは発表いたします。梅雨晴れに虹色弁天揃い踏み、ドラちゃんさんでございます。おめでとうございます。さあお待たせいたしました。最後は
金賞の発表でございます。第5回弁天屋川柳コンテスト、見事金賞に輝きましたのは、梅雨の間の弁天の虹あでやかに、さだくさんでございます。おめでとうございます。さあ皆様いかがでしたでしょうか、ね、アンケートにご記入いただいたのにもかかわらず、ここでね全ての作品を紹介することができずに申し訳ございません。またぜひですね、来年6月に大須公演控えております。また正確な日時などはね決まりましたら発表させていただきますけれども、アンケートにこの川柳を記入していただく欄は来年も継続予定でございます。今からですね川柳の腕をメキメキと上げていただきまして、備えていただきたいと思います。年々ねレベルが上がっているような気もしております。またこの6月というね季節が変わらないので、そこをですねどううまく表現していくかっていうのもね来年のポイントじゃないかなと勝手に思っております。以上、第5回弁天屋川柳コンテスト受賞作品をスージーがご紹介させていただきました。また来年皆様の川柳を楽しみにしております。それではバイバーイ。この動画をご覧になっていいなと思われました方は、高評価にポチ、チャンネル登録にポチ、どうぞよろしくお願い申し上げます。高評価にポチ、そしてチャンネル登録にポチ、よろしくお願いします。